電検算数理論令和4年上期問題15を解いていてきますこのような3層の回路があり、端子 ABC から入流する線電流の大きさが等しいものとする。無効電力が1 6 k ルであると。その時の力率を求めようという問題です。流入する線電流の大きさが等しいものと考えてますので、すべて 7.7A が流入しているものと考えます。電力の公式を思い出してみましょう。非相有効無効無電力の 公式はこの3つになりますこの問題で無効電力が1 6 k ルと書いてありますのでこの無効電力の公式を使って考えていきましょうではこの公式の VI に数値を代入します V は線間電圧 200VI は電流 7.7A それらの値を代入した結果が 1.6kB ですつまり 1.6×10 の3乗ですここから sinθ ーーを求めます約0.6となります 今、力率 cosθ を求めようとしてますので、この sinθ をもとに cosθ を求めていきます。sinθ、cosθ の関係は、sin2θ プラス cos2θ イコール1です。この式を変形すると、cosθ は、ルート1マイナス sin2θ です。sinθ に0.6を代入します。これを代入して計算すると、0.8となります。よって答えは、カッコ4番0.8が正解となります。カッコ2番の問題は、 ここに接続されている抵抗 ROM は何 Ω かという問題です。では、このデルタ結線をスター結線に変えてしまおうと思います。デルタ結線をスター結線に変えるときの公式は、もし R1 を求めるならば、デルタのときの抵抗をすべて足して、それを分母にします。分子には、R1 の両脇にある抵抗をかけたもの、つまりこれで言えば、RA と RC をかけたものを分子に持ってきます。 ついでなんですが、逆にスター結線をデルタ結線にするときは、例えば RA を求めるのであれば、RA の向かい側にある抵抗、つまりこちらのスター型の結線の R3 にあたる数値、これを分母に持ってきます。R1、R2 の積、R2、R3 の積、R3、R1 の積を足したものを分子に持ってきます。ではまず、ここの抵抗を求めてみます。分母には、 こちらの抵抗すべてを足したもの、20足す20足す60を持ってきます。分子には、この上側の両脇の抵抗をかけたもの、20×20 20を持ってきます。これを計算すると、4オームとなります。次に、ここの抵抗を求めてみます。分母は抵抗を全部足したものです。分子は、ここの両脇をかけたもの。答えは、12オームとなります。この抵抗も同様に計算します。12オームとなります。ところで、 電源側で3層とも線間電圧すべて 200V で、線電流が3層ともすべて 7.7A で、電圧電流ともすべて等しいです。ということは、負荷側は3層平行であるということがわかります。つまり、ここが 12Ω12Ω であれば、ここの合計も 12Ω になります。合計して 12Ω になるには、R は 8Ω になります。よって正解は、2の 8が正解となります。